る、ありがとう。こんばんは。あくんのストーリー載ってたの。あ、そう。そう、撮ってくれた。ありがとう。囲み取材。新体験。ね。ね。めっちゃ写真。新体験。な。アカデミー女優かなと思われた。カシカシカシ。え、すごかった。みんな来てくれた方とかいるんかな、コメント。ね、でもかっこよかった。本当ですか？なんか、なんかこれで本当になんか性格が悪い人って思われるのめっちゃ嫌やな。なんで？はじめまして。はじめまして。はじめましてじゃないけどな。こんにちは。こんにちは。ありがとうね。囲み会楽しかった。あ、よかった。ありがとう。ありがとう。花粉症大丈夫って。あやか、うん？大丈夫じゃない。大丈夫じゃないよね。そうなんです。でも今はまだ大丈夫です、うん、でもね、花粉症持ちやんない。あ、はい、ね、鼻のね、かゆいっすよ、ね、これあれとってもこれギフト、あ、クラリオさんありがとう。これ、それかな、あ、違う、どれ、あ、それや、それや、それや、あ、これこれ誰や、ゆりこじさん、ゆりこじさん、さくら、ありがとう。クラリオさん、だるま、ありがとう。突然消えたやぴょん、はい、桜さんこっちにも来ました。そうですよ、いっぱいいろんなとこに来てくれます、はい、この後は多忙ですね。ミヒナのにも、はい、ミヒナのにも出ます。そう、ハート、はい、ありがとう。いや、マジでさっきのめっちゃなんかもうめっちゃあきら先生にめっちゃ喋ったの、もうテンション上がりすぎてあきら先生肩組んだもんやか。肩組んで 1.25 って言われた瞬間肩組んで喜んだのにな、うんうん、そうだよ、もうじゃあ 1.5 かもしれへんって最後に言われて、サトさんありがとう。裏切られた。フレンドさんハートありがとう。めちゃめちゃ裏切られた。ハートありがとう。そんなやっぱにハートあります。ありがとう。あ、フレンドちゃんありがとう。ありがとう。セポンさんありがとう。嫌、うん、やな、なんか嫌だ、これで性格めっちゃ悪い人って思われるのめっちゃ嫌や。お花ありがとう。はい、パッパラパーン。パッパラパーン。パッパラパーン。やばい顔した。ジェッポンさんハートありがとう。レンドちゃんありがとう。サクちゃんのテロップにあやぴょんいいとって書いてる。そうでしょ。もう交互に来てありがとう。パンチさんありがとう。ありがとう。ありがとう。え、そうなの？なんかありがとう。なんか、え、なんか本当かかせたみたいだね。キングさん大丈夫？自分の意思？よかった。よかったよかった。なんか、アキさんありがとう。ありがとう、アキ。アキくん。さん。チューパンさん。チューパンさん。ありがとう。ありがとうございます。ライピョンはいい人。そうだよ。いや、優しいから。いや、ほんまに、もう今ので絶対そうじゃないと思われたんで。なんでよ。絶対。だるまありがとう。ちょっと名前を呼んでいきますね。やっぱね、公演のことになるとみんな一生懸命で、めっちゃ、うん、あの時めっちゃね、もう白熱したよね。白熱しますね、あれは。りょんりょんさんありがとう。りょんりょんありがとう。ありがとう。つよぽんさんありがとう。ありがとう。新作さんありがとう。新作さんありがとう。とうとう。あきさんありがとう。ありがとう。りょんりょんさんありがとう。はい、ありがとう。ありがとう。にゃん、1、2、3。歌っていいの？これって。ありがとう。キンキンさんありがとう。フレンドちゃんありがとう。かすみちゃんありがとう。ありがとう、かすみちゃん。ありがとう。ジャーさんありがとう。ありがとう。ジャーさんありがとう。ナナナナナさんありがとう。ナナナナナさんありがとう。ナナナナナナ、あ、クマ、クマや。ハットさんありがとう。ありがとうございます。ひでみつさんありがとう。さくらありがとう。飛ばしてないか不安でしかないよ。多分大丈夫かな。大丈夫。あ、ごめん、ありがとう。ごめんなさい、この辺読んだ。うん、読んだ。じゃあ大丈夫。ありがとうございます。しょうまのけんさん、ありがとう。ありがとうございます。さとしさんありがとう。ありがとう。ゆりこじさんもありがとうございます。桜餅やね。すごい。え、葉っぱ食べる人？うん、なんか桜餅食べない人。え、ほんまに、
大好き。あきさんありがとう。ありがとう。あきくん。その辺かな多分。ここか。うんうんうん。すごい。こんばんは。ありがとうございます。ありがとう。うん。おかげ横丁、そうあのさ、うん、三重にさ、うん、電車で1本で行けるらしくって、えそうなの、おかげ横丁行きたくないっていう、みっちーさんありがとう。なんかね、え調べてて、おいしそうなもんがいっぱいある。キングさんありがとう。みっちーさんハートありがとう。あやぴょん、あやぴょんです。あ私です。あやぴょん出てきてます。あやぴょんです。ありがとう。新作さん ありがとう。すごいやろ。そうなん、電車で1本で行けるの。え三重に行けるらしい。えバーリーさんありがとう。ありがとう。キンキンさんありがとう。食べ歩きか。うんうん、新作さん、ミッチーさんありがとう。あっ、ちょっともうさ、星集めてきますよ。ありがとう。原田さんありがとう。ありがとう原田さん。バーリーさん、ミッチーさん、新作さん、ミッチーさん、新作さん、ありがとう。ありがとう。今度あやほのあんみでどっか行きたいね。めっちゃ赤服、赤服って知ってる？あ、わかる。え、あれがあるんやって。え、そうなんや。出来たての赤服。え、いいな。めっちゃ行きたい。今日は電車を撮影してました。いいな、なんかそういう趣味欲しい、うんうん、あれって電車ってさ、あれなのかな、やっぱその、うん、車によってやっぱ顔が違うみたいな感じで撮るのかな。なんかけどさ、新幹線乗らへんけど、うん、新幹線の乗り場まで行って写真撮る人、うんうん、撮ってる人たまにいるよね。確かに確かに、うん、うどんも有名なんや。りょんりょんさん、おっぱありがとう。ありがとう。赤福かき氷は夏にあるよ。へえ。うん、お疲れスタンプありがとう。原田みのるさん、原田みのるさん、すごい漢字読めるん、うん、頭いいから。すごい、うん、頑張ってください。ありがとうございます。西戸かん完了、ありがとうございます。よかったらあの右下に溜まってる星のゲージ、うん、連射してもらった 1.2 倍になるんで、確かそうだ、10連打。そう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 、ありがとう。1.25 もうやめて、うん、もう今それで今頭いっぱいやるか、うん、頭いいかな。 1.25 で頭いっぱい出して、秋田先生どっか行っちゃった。そうだよ、もうタンプレ 1.25 にしてくれって頼んだんで、ね、ひでみちさんありがとう。ハート、いやもう負けないやか、負けない、ね、ありがとう。ありがとうございます。高政さんありがとう。高政さんありがとう、うん、でみつさんありがとう。ありがとう。夢の中に、ね、同じの読んでる。1.25 、まあ、忘れて。高政さん、ふだハートありがとう。ちょっぽんさんありがとう。レターありがとう。こんばんは。高政さんハート、あありがとう。あやぷんです。そうなんです、来ました。かなさん、ありがとう。おらさん、ありがとう。ありがとう。あきさん、ありがとう。パンチョさん、ありがとう。キンキンさん、ありがとう。こんばんは。あ、こんばんは。わ、めっちゃありがとう。めっちゃありがとう。ゆりこじさん、ありがとう。バタタさん、バタタさん、星、ありがとう。ありがとう。あきかん、ありがとう。ありがとう。キンキン、ありがとう。ありがとうございます。ゆりこじさん、ありがとう。伊藤ちゃん、ありがとう。あきさん、ありがとう。めっちゃ音符待ってる。昭和のけんさん、ありがとう。しんいちさん、たこ、ありがとう。伊藤ちゃん、ありがとう。わいさん、ありがとう。ありがとう。ひろしさん、ひろしさん、ありがとう。なななさん、ありがとう。ありがとう。なななななかなさん、ありがとう。かなちゃん、ありがとう。昭和のけんさん、ありがとう。ありがとう。伊藤ちゃん、ありがとう。ありがとう。みんな、みんなありがとうございます。お、おく、おくたに、おくた、お、おくたくじゃない、あ、おくたくさん、さんありがとう。勝手に言葉作ってます。ありがとう。りょうりょう、ありがとう。あきさん、ありがとう。ありがとう、みんな。しょうまのけいさん、ありがとう。みんな優しい。かなさん、ありがとう。ありがとう。あきさん、ありがとう。かなちゃん、ありがとう。みんな、本当に、うん、
もうやだ 1.25 の届けしたすぎてもうやだなあ 1.25 って信じてればかな、うん、キンキンさんありがとう、うん、りょうりょうありがとう、めっちゃ言われたんだもん、あれはの、うん、原田みのるさんありがとう、あ、ありがとう、キンキンありがとう、キンキンありがとうね、1.25、1.5 事件自主練をしてた時にね、はいはい、そうなんですよ、うん、これでさ私のこと嫌いになった人いると思う、絶対いないわ、絶対いるよ、もうごめんねみんな、私はもう、あみわっちさんありがとう、みわっちさん心を込めて言うわ、もう改めて心をもっと込めて言います、みわっちさんありがとう、原田さん、みのるさんありがとう、でも本当にありがとうね、本当にありがとうございます、うんうん、てかあやぺも本当にありがとうございます、いいよ全然、私はもう暇なので藤木健さんありがとう、みんなありがとうね、本当に、ジャパンさんありがとう、ウルフさんありがとう、キンキンさんありがとう、ちょっと待って待って、絶対待って待って、ごめん、どこなの、もうちょっとさ、ウォルフさんや、ウォルフさんやっぱり、ウルフさんありがとう、ジャパンさんありがとう、ごめんね、ありがとう、キンキンありがとう、ユリパンさんありがとう、キッチンさんありがとう、ありがとう、ジャパンさんありがとう、ケイさんありがとう、キンキンさん、ジャパンさんありがとう、キンキンさん、ジャパンさんありがとう、ありがとう、ひさとしさんありがとう、ありがとう、こんばんは、こんばんは、高松さんありがとう、シャーマンのケイさんありがとう、終わったの、帰るの、お気をつけて、足元悪いよ今日、赤ちゃんみたい、赤ん坊、さくちゃん言っとってな、ゆりこじさんありがとう、絶対にアーカイブあげないでくださいって言ってな、高松さんありがとう、めっちゃ揉めてた、高松さんありがとう、旦那高松さん、ジーメンさん、ハートありがとう、ありがとう、高松さん、なんかアイコンかわいいな、うん、なんかあれみたいな、ポケモンにこんなおったくね、こんな感じのやつ、あー、と思えるやつ、そう、え、さとしさん星ありがとう、藤木健さん星ありがとう、文字起こしされるで、ほらもうそういうことされるから嫌なの、ほら、ね、なんかそれでだってさ、それで本当にさ仲悪いって思われるのめっちゃ嫌じゃない、ね、なかなか仲いいからね本当に、うん、めっちゃ、うんうん、あ、もうほっそっとしとって、うん、大丈夫、ありがとう、さくちゃん気をつけて、お疲れ、バイバーイ、バイバーイ、ありがとう、仲いいですから、タコありがとう、マサキングさん、うん、確かに、なんかさ、あやかの発言でさ、何が嫌ってさ、仲悪いって思われちゃうのが嫌やな、え、そんなことないからね、本当になんかその、あ、とん、何、同期やからこそじゃない、そうそうそう、ね、うん、お互い良くしたいと思ってるし、うん、だからお互い話をちゃんと聞いてたってことですよ、そうですね、ね、そういう、そういうこと、優しいいい子、けどちょっとここ入って性格、うん、なんか結構、うんうん、あんま思ったこと言わへんしてやねんか、うんうんうん、けど、うんうん、こうじゃないかなっていうのをさ言っていかないとって感じじゃない、うん、そう、わかる、なんか飲み込まれていくから、私も結構変わったかも、うん、なんかあんまり言えなかったし、うん、なんかなんていうやろ、全然負けず嫌いじゃ、うん、負けず嫌いっていうか、うんうん、なんかわかる、なんかもう圧倒されたら、ああそうなんかなってって折れることが多かったけど、なんか自分の信念を持つようになった、なんかな、自分の意思っていうか自分も合ってるってちょっと自信を持つようになったから、うん、そうそうそう、しかもあれはマジでフリーデン時はマジでめっちゃ自信あったから、ジャラ先生に 1.25 をもらうわやかは、うん、マサキングさん、タクありがとう、なあ、ナナナさん、バラありがとう、カズくんありがとう、ひさとしさんありがとう、りょうりょうありがとう、そうだそうだ、うん、
ね、そうやってみんな意見を言いながらいい公園作りをね目指してるってことですよね、うん、でもあれですよ、逆に言うと8期もちゃんとバチバチしてるんで、うん、そうなんかねあのぬるいって思われがちなんですけど、あき、うん、さんありがとう、ありがとう、新作さんありがとう、りょんりょんありがとう、まーくんありがとう、ありがとう、ね、みんな、うん、8期公演昨日あったけど、うん、あれもね、そう前日にリハして、はい、もういろいろ、ね、私はもうマジであの負けたくないって思いながらやってました、うん、ずっとリハの時も、トールさんありがとう、ナナナさんありがとう、でも多分それってみんな一緒やから、うんうんうん、なんかでも結構9期生入ってきて、うん、もっと変わったかも、うん、やっぱり、うん、めっちゃバチバチいい意味でしてるから、うんうん、やっぱりなんかそのなんか一緒にいいもん作るためにはみんながなんかめっちゃ一個一個やっぱ考えんとできないから、うんうん、そうやから山さんありがとう、ありがとう、新作さんありがとう、もう私は性格悪い人って思われてもいいんで、あの8期生が仲悪いとか思わないでほしい、本当にめっちゃ、思わないの、うんね、めっちゃ急に深い話になっちゃったけど昨日の公演はもうみんな人一倍気持ちがね、うんうん、すごいのかったね、あったと思う、なんかそのポジション関係なく、うんうん、どこにいても輝いてやろうっていう、うんうん、みんなのもう強い意志が、強い意志がバッて出てた、うん、で、そうあの先生とかにもね言ってもらえとったの、うんうん、ダンスの先生、高松さんありがとう、秀光さんありがとう、カズくんありがとう、なんか今まで結構なんか遠慮しがちな性格がその8期の公演でも出てたみたいな、公演でも出てたって言われてたんですけど、昨日はなんかそれがいつもよりなかったみたいな言ってもらえて、多分それは一緒に練習したからやし、やっぱ後輩ができてなんかなんていうんやろ、気がやっぱもっと引き締まって、で8期もなんか9期生の密着見てもらったら分かるけど、マジでなんとかしてもっとなんかみんなで気持ち合わせなきゃってなって、うん、だからなんかそのぶつかったけど、うん、なんかさっきのことめっちゃ正当化してるみたいやけど、うん、でもなんかちゃんと言い合えるのは結構なんか、うん、ってなることもあるけど、うん、でもなんか嬉しいことやな、うん、なんかお疲れ様です、ね、最初のさ入った時はさ、うん、なんかその七期生さんとかの反省会を見てても、うんうん、あちゃんと自分の思ったことは言えるんや、すごーと思って、自分は言えへんなって思ってたけど、うん、なんか一緒にいる時間が長ければ長いほどさ多分言えるようになっていって、うん、よりね仲良くなれる、それが仲良くなるんかなって思いました、うんうん、かわいいアミ、ねね、でもアミはちょっとその感じで、あのニコニコしとってな、キャンそうあでもあんま言えないです、でもあれ思ったことあったら言った方がいいよ絶対もやもやするしね、うん、後で、うん、タツ兄さんありがとう、ありがとう、風船うさぎさんありがとう、山さんありがとう、高松さんありがとう、藤健さんありがとう、マー君タコありがとう、ひでみつさんありがとう、ハットさんタコありがとう、タコ新作さんハートありがとう、ありがとう、しんちさんタコありがとう、ありがとう、タルパンさん星ありがとう、キンキンありがとう、ハートハートハートありがとうありがとうね、タルパン前がつくるゆりさんいい名前呼んで、うん、名前呼んで、タレパンさん、うん、タレパン、タレパンさんなの、タレパンさん、タレパンさんってずっと呼んでた、どっちなんやろなんかさでもさ大阪来てイントネーションおかしいってめっちゃ言われる、家帰ってなるの、岡山赤ちゃんとか、赤ちゃんよ、じゃじゃここでここでめっちゃ言われる、赤ちゃん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 だよ、だってエウリさんほんま赤ちゃんみたい、赤ちゃんみたい、分かんないそれマジで、バラありがとう、ありがとう、キンキンありがとう、星エオハリーさんありがとう、ハリーさんありがとう、マー君ハートありがとう、ありがとう、チューポンさんありがとう
赤ちゃんフワちゃんって言ってインフメル一緒ね。ゆりこじさんありがとう、ありがとう、ツーポンありがとう、サンキュー、マー君ありがとう、ありがとう、リッキーさんありがとう、ありがとう、欲しい、うん、けどドラえもんは、ドラえもん、うん、何が、関西はドラえもんらしいです。ドラえもん、ドラえもんとドラえもん、関東ドラえもん、ドラえもん、うん、これはドラえもんかも、ドラえもんやな、けどドラえもん、え、ドラえもんな、ドラえもん、え、変じゃない？けどよく聞いたら関西の人ドラえもんっていうらしい、ドラえもんのイメージ、ドラえもん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 、わー、分からんくなってきた。なんかどっちでも言うって言われれば言うかもしれないっていう感じやけど、それはドラえもんかもしれない、ドラえもん、ドラえもんって言うもんね、けど原田さん星ありがとう、ありがとう、高政さんありがとう、新作さんありがとう、失礼します、あ、ごめんごめん、さとしさん、くま、ありがとう、ありがとう、ありがとう、高政さんありがとう、スーパーさん、いっぱいありがとう、新作さん、ハートいっぱいありがとう、カズくん、ありがとう、ありがとう、いっぱいありがとうございます、ありがとうございます、カウントもしてくれてる、うんうん、ありがとう、かっちゃんありがとう、のび太くん、え、のび太くんはのび太くん、のび太くんはのび太くん、え、のび太くんとかあるのかな、のび太くん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 、さとしさん星ありがとう、岡山のわやっていう言葉めっちゃ気になる、あ、わやは言っちゃいます、わや、なんかわや、なんやろ、え、なんかなんてたんやろ、どこにわやつくっけ、え、なんかでも、うん、なんかめっちゃみたいな感じで使っちゃう、ああ、え、わや、うん、そう、 あと、うん、なんか、なんやろ、わや、なんか、え、使ってる、え、もうあんま使わないけど、なんかそのたまに、うん、その家族とかと喋ってた時とかは、うんうんうん、たまに出てくる、あー、へえ、でもなんか周りが方言マジきつすぎて、あ、そう、何言ってんのか分かんない時ある、なんかその学校の時とかもめっちゃ分からんこと多かった、うん、あ、そうなんよ、へえ、めっちゃ標準語の人なんやな、その岡山で見れば、ね、うんうん、そうそうそう、でもアミはなんか京都、うん、京都も、うんうん、京都大阪標準語全部かも、うん、なんとか言ったはったでもうめっちゃ使うし、え、なんかしてはるとか、うん、なんとかしてはる、なんかまこもなんとかしてはるってはる、うん、なんか京都のあれ言うって、知らんかった、それが京都って、あ、そうなんや、うん、なんか関西弁も種類あるんやな、ひでみちさんありがとう、Thank you Thank you Thank you Thank you、 いっぱいハートみんなありがとうございます、失礼します、疲れ、うん、あ、春はなんとかした、春は関西弁で、うんうん、あ、言うんだ、してはった、何してはった、うん、ひでみちさんありがとう、ありがとう、風船うさぎさんありがとう、ありがとうございます、みんなかわいい、風船うさぎって名前かわいい、ね、そうそれずっと思ってた、ね、ぴょんぴょん吉、ぴょんぴょん吉、ぴょんぴょん吉ってめっちゃ言ってしまう、うん、え、なんかぴょん吉って言って、そう、アミがめっちゃぴょん吉って呼んでくれる、ぴょん吉って、そう、ぴょん吉っていうのもちょっとなんかちょっと、ね、かわいくない、かわいい、ちょっと馴染んできた、ぴょん吉、ぴょん吉、ぴょん吉、でもぴょん吉ってずっと呼んでるの、うん、アミか、アミだけかも、うん、でもそうやな、ぴょん吉、うん、へぇ、シップを、シップを貼った、ひでみちさん、あきさん、ありがとう、ありがとう、ひでみちさん、あきさん、ありがとう、たつ兄さん、ありがとう、かずくん、ありがとう、りさちゃん、ありがとう、ありがとう、ありがとう、OK かな、何時までやるんだっけ、うん、7時です、7時か、あと3分か、ちょっと45分配信にしてもいいですか、いいよ、全然、6時半からの45分なんで7時15分だけど、みひなたん、みひなたんが
後で来るから、そう、この方ってなんて向かかる、なんて言うんだよ、あ、桜田さん土って書いてる、とでもわかんない、なんて読むんですか、大は、おお、はじ、おは、は、大はじ、大はじ、あ、違う、わかんない、ありがとう、ハート、桜田さん、ありがとう、なんて読むのかコメントで教えて、初兄さんありがとう、ありがとう、ありがとう、なんて書いてるの気になる、なんか調べたことあって、そう日本語じゃなくて当て字なんじゃない、あ、英語、うん、なんかアメリカかな、え、ほんとこれほんと調べた、調べた、おさぴよさん、おさぴよさん、あきさん、たつにいさん、ありがとう、マジなんて読むんだ、ね、下春敬語なんだ、あ、そうなん、あ、けど尊敬語かもしれへん、確かに、うん、なんか先輩がさあ、うん、まあ、例えばさ、うん、先輩がなんとか何ご飯食べてたとかやったらさ、先輩がご飯食べてはる、食べてはる、なんか違うな、なんかなんていうの、うん、でも先輩とかさ目上の人に使うときしてはるっていうような、なんか、うん、なんか、うん、使うかなんとかしてはるみたいな、うん、あ、掃除してはる、あ、掃除してはった、あ、ね、掃除してはったとか言う、うん、パンチョンさんありがとうございます、アキさんありがとう、おさぴよさんありがとう、 T シャツにカエルいる、ピョン吉いないです、カエルめっちゃ可愛いよ、生誕ティーアイプンもらったんですけど、めっちゃ可愛い、お疲れ様です、にゃんにゃんありがとう、ありがとう、アキさんありがとう、あ、ハートさん、タコありがとう、ありがとう、おさぴよさんハートありがとう、ありがとう、りょんりょんありがとう、ありがとう、マジでみんなほんまにサンキュー、顔面にペンライトバーってた、ね、ありがとう、邪魔すんなら帰ってなんでしょう、うん、大阪、あ、らしいな、邪魔すんで、邪魔すんなら帰っ て、 なんからしいね、新喜劇かな多分、あー、なるほどね、うん、おさぴよさん、りょんりょんありがとう、時間伸ばすの、7時ぴったり、え、あ、ミヒナは20分からかな、20分、7時10分までやっても大丈夫ですか、え、ごめんね、ピロピロしかカタンさんありがとう、ピロピロピロ、今日もカレンさんは美しかったです、うん、美しいね、キンキンさんありがとう、ありがとう、りょんりょんありがとう、あきさんありがとう、最近、待って、コメント気になる、最近 NMB に関心、あ、ありがとうございます、なんでぴょん吉、なんか私ニックネームをあやぴょんにしたんですけど、うん、そしたらそれがぴょんとか、なんか、まあ、ぴょん吉は結構なんかぴょん吉って言いたくなる、なんかあるんかな、ね、あるんかな、なんか、あ、なんか多分キャラクターであるんかも、はあ、あれぴょん吉か、うん、あのさ T シャツの中におるさ、うんうんうん、カエルのやつ、黄色のカエル、そう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 、ぴょん吉だあれかな、え、でもそれはな、全然関係ない、え、そう関係なくて、勝手にピョン吉ってずっと呼んでた、うん、そうなんです、キンキンありがとう、ありがとう、マー君ありがとう、かわいスタンプありがとう、こんばんは、りょんりょんありがとう、ありがとう、追いつけない、キンキンありがとう、お疲れ、ちょっと待ってね、うん、にゃんにゃん上にキンキンありがとう、お疲れ様です、オッケー、ありがとう、ちょっとどんだけこう上あるんだろう、うんうん、あ、川崎先生ありがとう、あ、ポイントのなんださ追いついてきたから延長あり、ありがとうございます、じゃあ7時10分までさせていただきます、りょんりょんありがとう、ちょっと待って、7時10分までやる、はい、あれ書いた方がいいかも、テロップみたいな書いた方がいいかも、これりさちゃんありがとう、トールさんありがとう、ね、ごめんね、ごめん、ほんとまさゆきさんありがとう、まさ、ちょっと待って、絶対間違えたよ今、まさゆきさん、たくありがとう、19時か、にょんにょんありがとう、トールさんありがとう、バーリーさんありがとう、だるま、ありがとうございます、秀道さんありがとう、ありがとう、
バーディーさんありがとう。ウォルフさんありがとう。ウォルフさん。ウォやから。伊藤ちゃんありがとう。ありがとう。秀道さんありがとう。ありがとう。バーディーさんありがとう。ありがとう。ウォルフさんありがとう。バーディーさんありがとう。新作さんありがとう。カズくんありがとう。伊藤ちゃんありがとう。よいしょ。よいしょ。オッケー。ウルフ。ウルフが狼。うん。おお。さっきなんて読んだったっけ。つやぽんありがとう。りょんりょんありがとう。こんばんは。ありがとう。ありがとう。こんばんは。めっちゃこの絵文字とかってあれなんかね、やっぱ推しメンの絵文字みたいな感じなんかな。ね、そうそう、や多分それは表してるってことやんね。アミとかってさ、絵文字何とかある？犬の方が定着してるかも。確かに犬かな。確かに犬やな。犬のイメージやわ。あっぴはもうウサギってわかるもんな。そう、それのイメージつけたくってこのニックネームにしたんやけど、うん、ちょっとなんかもう年齢にすぐ合ってないのですぐ合ってるよ。ちょっとしれっと変えようかな。なるまさんありがとう。あ、ミヒボーが来た気がするよ。お疲れ様です。かわいい。めっちゃかわいい。さとしさんありがとう。りょんりょんありがとう。ありがとう。これいいな、このスタンド。めっちゃこれね、シーンですよ。え、そうなん？おすすめ。え、めっちゃいいな、うん、スタンド、スマホスタンドなんね、うん、なんかダンス覚える時とかずっと持つのあれじゃん。だからめっちゃいいな。めっちゃお疲れ様です。お疲れ様です。だるまありがとう。マジここの肉が先生、家族で忘れた。ありがとう。ありがとうございます。ピョンキッチは帰るだ。違うんですよ。違うんだよ。ピョンって言ってる。かわいい。かわいい。お肉嘘。分けてあげた。どこのこれ。アイペンはないよ。なんかあげてあげる。ないよ。あるよ。かわいい。マジでかわいい。うん、こんな、はい、なんかさ、アミとかってさ、はい、リアル妹感ある、ね、なんか、うん、なんか年近い妹とかおったらこんな感じなんかなってなる。じゃあ桜岳に挿入させてもらいます。桜岳に入ったら大変やで、いろいろ。ね、うん、絶対楽しい。これやばい。ガラガラ。しんいちさんありがとう。いやだってあやかんちに来たら、うん、あ、もし持ってったら、アミ、水取ってきて、アミ、そこドア閉めて、アミ、アミ、パシリ、アミ、やげくね、アイピョン、ちょっとあれ取って、うん、あ、ちょ、アイピョン、最近服なくって、アイピョン、最近お金もなくて、あげる、あげる、全然、お腹すいた、あげる、あげる、もう、あやか食べな、もう何でもあげるよ、甘やかしてくれそう。しません。絶対甘い。でも、アミやったら甘やかしたくなっちゃう。なんかさ、そういうのある、うん、アミってなんかさ、セレクションの時もあやかの友達が、うん、なんかめっちゃよしよししたくなるって、なんかめっちゃ可愛いあの子って言ってた。あの一応姉なんですけど、マジで姉じゃなくで生まれたかった。お姉ちゃんとか、うん、お兄ちゃんが欲しかった。お姉ちゃん、お兄ちゃんが欲しかった。そうなんですよ。下におるもんな。そう、下におるからね。仲いい？あんまり最近。なんか一時期口喧嘩したりしちゃってるのか。弟口喧嘩しますよ。低レベルな。かわいい感じのね、うん。低レベルすぎる争いをするんですよ。もうここなんか例えば仕切りはないけど、うん、ここまでの線でちょっとでも触れたら、うん、あ、今触れた。あ、待って、めっちゃやる、それめっちゃやってた昔。なんか机とかこの椅子のさ範囲とか決めてさ、わざとお互いちょっとさ、うん、注意されるかされへんかの狭間まで行って、うんうん、はい、言ってないしとか言いながら。あとさ、あやかがあるあるやったのはさ、なんかさ、ソファーがこうあってさ、うん、両なんていうやろ、端っこ同士こんな感じで、うんうん、なんか座って、でも足伸ばしたくなるじゃん、うんうん、伸ばすじゃん、足当たるじゃん、うん、足当たったみたいなのも言い合いをめっちゃしてた。
めっちゃ言い合い兄弟あるあるなんだろう、ね、あるあるなんやろな、うん、でも弟めっちゃ可愛く感じて、ある日を境にある日を境に、うん、タグテロップかくってって忘れてた、あと読むしかないよじゃあランキング読みます、うんうん、すいません、イベントごとが初めてすぎてマジで確かにこれ時間見えんからな、え難しいやっぱり、うん、みんな兄弟喧嘩とかねするのかな、ね、あーわーわーわーあみたん妖精かわいい、じゃあいきます、13位りょんりょんありがとう、12位ひでみつさんありがとう、11位キンキンありがとう、10位風船おさぎさんありがとう、9位ひさとしさんありがとう、8位あきさんありがとう、そしてな、ごめん、7位なるまさんありがとう、6位つよぽんありがとう、で5位しんいちさんありがとう、そして4位ウォルフさんありがとう、そして3位ハットさんありがとう、そして2位ゆりこじさんありがとう、そして1位お疲れ様です、せーの、原田みのるさんありがとう、そしてアイペも本当にありがとう、全然ありがとうございます、バーバリーチェックじゃないこれ全然違うよバーバリーチェックです、もうそういうことにしとこうめっちゃ楽しかった、頑張ってね、頑張ります、ね、頑張って ね、 ね、 ね、ありがとう、もう私はもう多分ハチキの配信に勝手にめっちゃちなほら参加します、違うもんすごい協力してくれて、ありがとう、お疲れ、めっちゃ可愛い、可愛いめっちゃね、ガチで可愛い、ガチガチで可愛いな、めっちゃ可愛い、サンドミするねあれは、てなちゃんだったんですけど、はい、コーナーさんありがとう、ありがとう、ワッタイムイジット直してもいいですか、ね、いいよ、 あと2分、あと2分ありますね、時計見とこ、うん、ありがとう、2.25 が来るね、忘れてください、うん、なんかそれで本当に嫌いにならないでくださいね、うん、なんかもうそう、なんかあのやめてね、うん、本当にまあハチキ仲いいっていうのを伝わってほしい、あとちゃんとハチキも本気になって、本気に本気で公演とか取り組んでるっていうのをちゃんと分かってね、うん、分かってねってのも変で、みんなね、全然私はマジで暇なんで、ありがとうございます、ありがとうございました、ちょっと本当にありがとう、いいよ全然暇なんだったら言っていいの、でもいいよ全然、大好き、何日までだっけ、31なんです、あーそっか、公演の時とかな、そう、え、ね、またちょっと来てください、ちょっと今度またなんか企画、そうやな、今日はなかったけど、そうやな、でもなんか普通に喋るのも楽しいもんな、お花ありがとう、今日ありがとう、教授さんありがとう、じゃあ私のとっておきの見て買える、なんかおおすごい、え、なんか違う、え、ちょっとなんか怖いんだけど、ね、私あの一瞬でカエル作れるから、これ見て、やばい、やばあと1分だ、あと1分だ、えちょ一瞬で作れるから本当に見て、はい、いくよ、せーの、ほら、え見て、ほらすごい、でもキツネっぽい、これは何も別に誰にからも教わってなくて自分で作った、すごいすごい、だってカエルができへんから、えすごい、こっちの方がむずそうなんやけど、ふわーって食べてきますね、あ、10分、おさぴよさんありがとう、バイバーイ。